こんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。二宮上皇、若武者と称されし、四国は裁きの階層である芦原秀行の愛弟子であり、大山抹殺からも大変な寵愛を受けた、そのあまりにも理にかなった戦列にして華麗な組手により初のテレビ放送となった第5回全日本大会ベスト8入賞を皮切り、第1回世界大会では準決勝まで進出し、優勝者となった佐藤克明とお互いに技ありを取り合うという壮絶極まる奮闘ぶりを見せ、再延長にまでもつれますが4対1で敗れる。若干21歳にして世界3位に食い込むという快挙を見せつけ、そして第10回全日本空手道選手権大会では後に全日本大会3連覇を果たす三平刑事、さらには同時期世界大会2連覇を果たし、共に1時代を築く、体重差30キロ近くにも及ぶ中村誠を立て続けに破っての完璧なる優勝を決め、そのあまりにも抜きんでた実力を証明した男、佐藤俊一、秋田の武人と呼ばれ、第4回全日本大会では城西の虎と呼ばれた、第1回および第2回大会準優勝の添野義次を前蹴りで一本勝ちで下し、第5回大会では人間機関車東隆、大東流合気柔術などの様々な武術にも精通する西田幸雄、山ごもり我流空手家富樫義元、第1回世界大会では全日本初の決勝進出者であるハワード・コリンズと、さらには引退していたにもかかわらず牢山初男と戦いたいという思いで出場を果たしたという、第2回世界大会では熊殺しウィリー・ウィリアムスと5回戦極真史に残る激闘を繰り広げ、あばら4本を折られるも倒れ伏すことのない仁王立ちの覚悟を見せつけ、タリフは海外勢からの侵略を止め続けた男。そんな若武者と秋田の武人の戦国時代の合戦を思わせる壮絶極まる戦い、それが繰り広げられたのが記念すべき第1回世界大会の翌年に開催された第8回全日本大会でのこと。その世界大会では双方ともに優勝者である佐藤克明に敗れており、片や二宮上皇は本戦においては先に技ありを奪うという快挙を見せつけ、再延長までもつれており、片や佐藤俊一は準々決勝においてその激しい戦いの最中、怪我による危険という形でその戦いを終えたという、双方ともに世界最強と遜色ない実力を持つということが証明されている者同士の激突、それを裏付けるかのように二宮上皇は初戦を左中段回し入れで腕を利かせての右聖剣突きからの上段回し入れで解消し、2回戦は左後ろ回し入れからの後ろ蹴り、3回戦は足掛け下段突きを見せ、4回戦は左下突きの連打、そして迎えた準々決勝では先に述べた後に3連覇を渡す三平刑事と死闘を繰り広げることになるも、自身が初という那須川天心などで有名になった胴回し回転蹴りを繰り出し勝利し、準決勝では
第9回全日本大会優勝の人間機関車東隆新生勝ち決勝へ。対する佐藤俊一もこの選手にだけは負けられないという思いを胸に、アメリカのエディ・フレイジャーやパレスチナでコマンドの隊長を務めるアマハド、ゴージュー流ケマ会、清流会などのタリファニ、カンフーやボクサーなど入り乱れる128名を代表して選手宣誓を行い、準々決勝まで危なげなく勝ち上がる。そこで182センチの長身にして続く第11回全日本大会でもベスト4に入賞する野口敏郎と対戦し、延長までもつれるもそこでその難敵を下し、下馬評取りの決勝に進出。雰囲気、ファンの声などでは A 型のとも主役級の扱いを受けていた二宮上皇に分が良いように思われましたが、しかし勝負の成果がまた別のこと。互いに礼を交わし、構えたそれは低く高く、広く狭く、返しと拳と、まさしく対照的なものと相なりました。まずは二宮上皇が詰める。それに佐藤俊一はどっしりと答え、逆に二宮上皇が前を開ける。前足のフェイント、二宮上皇の前手を振り下ろし、先手を取ったのは佐藤俊一の右の下突き。佐藤俊一が語る通りの私の勝負哲学ですが、それはもう先手必勝という一語につきます。攻撃は最大の防御だ。これは私の生き方の基本でもあります。何をやるにしても後手後手に回ってしまうのではなく、先回りしてすぐに手を打つ。でなければ今の厳しい競争社会には勝てんのです。そのような始まりとなったこの戦い、二宮上皇が気合とともに打ち払い、佐藤俊一は前手争いを気にしている様子。二宮上皇の前蹴り、佐藤俊一の右下段回し蹴り、そのままつかみ二宮上皇の左右の下突きを外し、左右の胸の正拳突きで上半身を揺らし、そして傾けての膝蹴り、それが5連続で決まる。さらに右の下段、連打、左の下段、二宮上皇はそれまでの激闘で体力が残っていないのか反撃ができず、さらに拳を打ち込もうとしたタイミングで逆に胸の正拳突きのカウンターを食らい、さらにボディに打ち込まれる。佐藤俊一は左に回り込みながら中段回し入れを加え、得意の前蹴り、下段と中段下段に左右と縦横無尽に打ち込んできます。さらになんといっても胸の突きが強烈無比、それにより先手を取られ、距離を取られ、押し込まれる二宮上皇。接近したら膝蹴り膝蹴り、距離が空いたら下段下段、そして突きは巧みに外し返し、二宮上皇の得意な距離には決してさせない。得意の足掛けも重心をずらし、体重をかけて外し、左の正拳突きから右の下突き、そして左の正拳突きで終了。ほぼ完璧に近い戦い。判定3対0で主審が取った瞬間に、佐藤俊一はその場で1回転し、両手で目頭を覆い、喜びを爆発。こうして極真史上初、地方支部の全日本王者は誕生しました。握手を交わし抱擁する二人。その後佐藤俊一はインタビューにてこう答えています。
決勝では二宮君と当たった。俺はスタミナがあったけれど、彼は三平君と東君とやって疲れていたんです。東君と三平君が援護射撃をしてくれた。いえ、援護射撃ではなく、東君は東君で優勝を狙っていたし、当時は本部の選手にばかり優勝をさらわれていましたが、一度くらいは地方にチャンピオンフラッグを持ち帰ってみようじゃないかと。優勝できた時は本当に嬉しかった。地方の選手、支部道場出身の選手で優勝したのは私が初めてだと思います。私の左正拳がバシバシと二宮君の胸板に入っています。これはアメリカ修行に行った時、大山茂師範に教わったものです。正拳からの前蹴りが相手にきれいに入った場面もありましたが、これは技ありを取ってもらえませんでした。とにかく一度でもいいから優勝するんだという気持ちで最後の最後まで頑張りました。ありふれた言葉ですが、努力精進という言葉は好きです。それと忍耐とか好奇心とか、こういった言葉はすべて勝負に勝つための哲学につながります。己に勝たずして人間は努力できるものではありません。己に勝たずして他人との勝負に勝とうと思うなど、もってのほかです。若武者と秋田の武人との歴史的な一騎打ち。それは後世に語り継がれるべき、武を体現した、傑出した戦いと言えるでしょう。私は引き続き後世に語り継ぐべき歴史的な名勝負、それを皆様に紹介させていただきたいと思います。ですのでぜひ高評価、皆様のご意見のよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。